これはですね、今メガバスで、作ってる最中だった、IGK のルアーです。まあ、IGX っていう名前が今ついてますけど、まあ、どういったルアーかっていうと、まあIGK、まあ、どういったルアーかっていう前にね、まず IGK って何で必要なのっていうところから、まあ、考えて作った IG です。まあ、IG が 何で必要なのかっていうと、まあ、IG と魚っていうのはね、そのワームでもないプラグでもない、こう、まあ、ただまっすぐ泳いでいくじゃないですか。それって、まあ、ジャークしたりとかしなくて出てくる魚っていうのは、その本来こう食べたいベイトに対して、まあ、その食い切れない、そういった状態の魚なんですよね。三角形の水が出てる、これもちろんサスペンドなんで、今作ってるのは入れてしまえば水の三角形出ないんですけど、水をこんだけ水中で切ってる、でこの横に入れてる波動、まあ、これが水中で遠くまで伝われば伝わるほど遠くの魚にもアピールができるってことなので、それが出るように微妙にこうフラット面強調してます。小魚ってこう基本的には群れで泳いでるんですね、バスに食われないように。で、まあ、その群れから外れた時に、まあ、やっぱり食われやすくなるんですけども、その群れから外れる魚っていうのは、そのいち早くやっぱ群れに戻るとか安全な場所に逃げなきゃいけないから、できるだけ直線距離で泳ごうとするんですよ。それが、まあ、IGが釣れるゆえんで、まあ、ダートとか激しい動きをしてしまうとバスが追い切れない、だけどベイトを食べたい、で食べたいんだけど群れを襲うだけのパワーはない、プレッシャーかかって群れには飛び込みたくないっていう時に、群れから外れた魚がこう、まあ、魚の本能でしょうね、一直線に逃げていくっていうのは。人間もそうですよね、ここからあそこまでの間に敵がいるとした時に、まあ、壁に隠れながら逃げればいいけど、壁のないところに行っちゃったら、まあ、安全ゾーンまで出して走りますよね。それと一緒で直線でこう逃げようとしている魚、これを演出しているのが愛知です。だから直線で、でも基本的には群れから外れちゃってる弱々しい魚なので、ブワーッと泳げないんです。やばい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 、逃げなきゃ逃げなきゃってこうゆっくり泳いでるんですけど、なのでターゲットにされやすい、それがまあアイジルアーが釣れる秘密なので、群れから外れた、そして安全ゾーンに早く逃げたいと思ってる弱った小魚、これを演出してやる、まあ、それがバスの食感、あれは食えるぜっていうところに、まあ何ていうか本能にこう語りかけるような動きっていう感じなんですよね。まあ、それでいて、まあ、しっかりとあとはフッキングにつなげる要素、それからかかった魚をばらさない要素、そういったのを、まあ、ルアーに乗っけていったっていう感じです。まあ、サイズではですね、これ今 60mm っていうのをテストしてるんですけども、スピニングで使えるものをメインに今とこは考えてます。まあ、タックル的にはスピニングを使って、まあ、PE でこういう釣りをやる方が多いかな。まあ、PE タックルで僕もこれ今クロロ巻いてますけど、まあ、IG メインの時は PE ライン、にリーダーをつけてやることが多いです。 PE の1号ないし 0.8 号、もっと飛ばしたい時は 0.6 号を使って、まあ、リーダーにフロロカーボンの6ポンドとか5ポンド、まあ、落としても 4.5 ポンドぐらいかな、それぐらいを使って、やることが多いです。で、まあ、リールはこうハイギアというか普通のギアの、まあ、スピニングリールでゆっくり巻いて調節してやればいいんで、まあ、かなり視覚に頼って釣りなので、まあ、タックル運動というよりも、もう本当に魚に見切られないルアーの力がすごく最後まではっきりするその釣り方なんで、まあ、そこにまあ重視した、まるで本当にベイトフィッシュのような、それでいて使い手が、これちょっとまだ言えないギミックが、その使い手の、使いやすさ、ノー感じな釣りなのでね、それをより使いやすくしてもらうちょっと秘密を盛り込んで、で今完成に向かって作ってます。これまだ完全にプロトナムフックの位置とかそういったのは変わってくるかもしれないですけども、まあ大体こんなコンセプトで作ってる配置です。発売とか全然わかんないんですけども、まあ氷が超やべえ IG やってるぜっていうふうに思えておいてもらえればと思います。